はい、こんにちは。今回これね、伊右衛門ね、五右衛門じゃないでしょ、伊右衛門でございますね。で、伊右衛門の、こういうのがね、これちょっと袋からね、まだちょっと開けてないんですが、まあ、ちょっと開けるのもったいないなって感じなんですけども、あれなんですよ。黒と、水色と、青色と、緑と、茶色と、赤に、オレンジに赤と。で、これは、なんか限定品って言ってたらね、伊右衛門のね、限定品なんだけど、伊右衛門の、なんか誕生何周年とかあるじゃん。で、その時に、なんか当たりますよ、みたいな、なんかそういう景品みたいなものだったらしいですね。応募すると何名様に、みたいな。で、それで、のものらしいんですよ。骨董の人に聞いたらね。で、それで、まあ、なかなかいいなと思って。これ300円でしたね。もったいないね。私からするとちょっともったいねえよって感じ。300円で売ってるのもったいねえな。これ、500円ぐらいで売ったって、それでも安いぐらいですよ。だから、なかなかね、ない。ですよ、こういったもの。今、こういったのないんだよね。で、この中にこう、要するにそれこそお茶の葉っぱだとか粉とか入れてさ、で、それで、煎じて必要な時にだけに飲むっていう感じですよね。まあ、なかなか、いい、良さげのね、伊右衛門のお茶で、そういったところがこれ、落ち着く、味わいではあるかなっていうふうに思いますね。やっぱりこういったものを試してこそ、いいなって。で、あえてこう私は袋からこう開けないんですよ。で、もともとこの状態で販売されてまして、ほら、こうやってもう変色してるんでしょ？シールが。シールっていうかセルテープがね。だからもうこの状態でもう何十年ってわけじゃないけど、まあ何年も経ってるって感じですよね。少なくとも10年か5、6年ぐらいは経ってるのかなって感じですけど、まあ、なかなかの、味わいで、味わいじゃないや、おしゃれ感があっていいなっていうふうに、思うね、品ではないかなっていうふうに思います。で、このままの状態で、要は、飾るという方が、私には、こう、まあ、しっくりとしていて、いいなっていうふうに、思いますね。というわけで、どうも、この7種類のね、カラーバリエーションがまた素敵でいいなと思う商品でした。どうもありがとうございました。